毎度セイリーです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やりましょう。頂上行きます。選択チャレンジ行きます。さあ今週最後ですね、日曜日なので、2週目最後の頂上決戦、ユノユノさんね、先制は取りました。センチャレか、いやこれむずいね、パオシャンヘイって。パオにしましょう。攻撃型は欲しいけど、まあ、出てくることを信じて。リン・クラウザー。LR なのか。キム・シオンってむずいな。まあ、シオン、ギリギリシオンかな。いやでもこれは嫌な感じ。強キャラが出てたら叶わないですね、シオンじゃ。キムとバイスか。バイスならいけそうかな。こっちはオズっすね。で、先制取ったよね。リン。いやーリンむずい。これむずいなー。置くキャラがむずいっすね。セスをいきなり置くっていうのも、まあ、ありっちゃありかなー。いや、なしか。なしやな。キングとか置いとこう。ちょっとむずいっすね、これ。出せるキャラがいないって言ったらいいんかな。キムカウンター強いからね、ほんで。でも、怒り、うわ、悪マーク、シオンや。うまいこと。そんなうまいことシオンに来んの。この悪マークが入ってると、あれなんですよね。キング使います。スキル出たら、状態上入るからきつい。そしてクラウザースキル。ここキムスキルやめてほしいな。どうかな。キムスキル出てる。ほら、これが強すぎるんよね。あ、シオンなんか状態上解除した。マジか。ここどうしようかな。じゃあもうオズで一気に。畳みかけるのもありやし、そうやな、オズで一気に行こうかな。でもカウンター怖いよね、ギムは。どうしようかな。いや、オズ行こう。行きます。もう一気に畳みかける。でカウンターもあるから、まずね、まずリンからで、先にまずチャンコーハン倒して、そうそう、でここでオズかな。ここでオズ、あ、倒せるね、全然楽勝で倒せる。で、シオン。OKOKOK。とりあえず LR1 体倒しましたね。ここは使う必要ないんで使わない。うん。で、イカレダの両方取っとこう。どっち行こうかな。バネスタかな。こんな感じか。よし。あ、倒してもうた。倒すつもりなかったよ、今のは。今のバネスタ倒すつもりなかったけどな。まあでも、あとバイスだけなんで、LR は。バイス出してきたな。しかも前に置く。なんでバイス前に置くんやろ。これはこっちとしてはラッキーかな。バイス置いてくれることによって、うん、バイス倒せるんじゃない。こここそセスやな。でパオは多分これシオンに入るっすよね。復活使っとこう。でシオンから打ちます。2発目打たないっす、これは。あ、でも、いや、打たんでいいな。打たない方がいいっすね。うん、そうそうそう。打たなかった場合、次も打てるんでね。打ってしまうと、もちろんゲージ使うんで、あれですけど、打たなかったら次のターンもゲージ溜まってるから、まあ、言うたら必殺のループが可能になってくる。さあ、オーバーキル来ても、セスはダメージカット。なんで、そう飛ぶの今のはアデルハイド。それはない。あ、でもセスめまいしてくれた。よし。アーデルハイドに泣かされるな、でも。オズもシオンも溜まってたのにね。まあでもこれはいけるかな。うん。そうっすね。またシオン溜まったし。今日来ましたね。これは、うん、いけるね。シャンファ今更打っても、もう、遅いかな。まあでも LR キムやったんで、やっぱりそこを結構叩けたのが、これもシオン前にしましょう。こんな感じかな。ここむずいな。ここにシオンかな。いや違うな、シオンこっちやな。今日っすね。そうそうそう。で2発目ゲージ貯めてっていう感じかな。うん、あ、これそうか。前は打とう。ここは打ちます。
で、アーデラハイト倒します。倒してから、うん、エバイスここ打ってきても次オズワルド打てるんでね、まあシオンで結構強引にいった感じかな。じゃあもう一回いきます。選択チャレンジ、ジャスミンさんかな、先生取った、これはクリスにしとこう。オロチヤシロ、さあ UR 来ましたね。 LR 泣きしたな。これはキングっすね。マキシマと、ビリーカーン強いなこれは参ったわ。キングレオナか。いやビリーはだいぶその後に出てるキャラなんで倒せないんじゃないかな。キングで頑張っても、そうやな、ビリーをあんま倒せるイメージはないな。ちょっと防御固めとこうか。一発目スキル、よしキング、オッケーオッケー。一発目にね、この1ターン目にスキル出るのがめちゃくちゃ肝心っすね。スキルが出たらゲージ溜まるんですよ、1ターン目。出るか出ないかで、やっぱ次のターン打てるか打てないか決まるから、全然違うっすね。で、ここもキムとヤシロ、両方前にしましょう。次のターンね。お、クリス溜まったな。まあ、こんな感じでいきます。クリス溜まるか。パクマ、まず使おうか。そうやな、ダブルストライク、2発打てるんですけど、打たなくていいよね。うん、打たなくていい。で、回収社かな。めまい。ないか。ビリー・バーン強いな。ビリー・バーンってあのね、この炎のことですけど、どんどんこう、やけどしていくっすね。クラーク来た。めまいやめてくれ。クラークめまいしそうやな、キングが。さあ、どうなる？ビリー溜まってるんか。そうか、それは溜まるか。うわ、強え！マジか。キングやられるんじゃないこれ。やばいやばいやばい。フルボッコや。クラーク。やばい、フルボッコ。ほら、めまいした。うわー、フルボッコ。やられるわ。踏ん張り2回じゃなかったっけ、キングって。どう？お、生きてる。よし、危ねえ。踏ん張り2回ではなかったか。3回やな。でも、どっちにしろもう踏ん張りできないのは確定やな。こう行きましょうか。いや、これ、ビリーやから、クリザリと出さん方がええな。こういきます。いやー、ここは厳しいな、でも。さあ、使うんですけど、マキシマぐらい倒したいけどな。マキシマ倒せるかな？倒せそうやな、状態上で。どう？まあ、無理か。きつー。マキシマ倒しとかなあかんかったな、今のは。うわー。あ、でもこれレオナゲージ溜まったね。レオナでも溜まったところでもうこれ無理やろ。このビリーカーン倒せないでしょ、めまいした。どうなんかな、レオナぐらいじゃ無理でしょ、これ。ほら。もうガチガチやもん。あ、マキシマ倒した。マキシマは倒した。さあ、覚醒レオナ。うん、めまいはない。で、次、オロチヤシロ出すんですが。いやー、きついなー。これ、キングで倒せるかな。あれ、諦めたで。なんで？諦めることないでしょ。今の諦めることないと思うけど。多分負けてたけどね、こっち。キング打っても、ビリ、またさ、あ、ここからシールド貼られるんで、倒せないなと思ってたら、諦めていきましたね。多分ですか、僕負けてましたね、普通に言っても。まあでも諦めてくれたんで、勝ちにはなりました。ということで今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。